主に、ミャンマーで行われている伝統的な遊戯、またはスポーツである。路上などで広く、娯楽として行われており、見世物としての個人賞が行われることもあり、また、競技規則に則っ,ったスポーツの試合としても行われる。ビルマ語で、チンワカゴ、ロンは、球体を意味する。競技の名称だけでなく、競技で使用されるボールも意味するため、 このコーデは便宜上ボールのことをチンロン球と表記する。チンのみで競技の名称やチンロン玉を指すこともある。伝統的なチンロン玉のサイズは直径約1 3トル円周約4 0トルである。塔を幅3ト、mm、ル長さ3ルの紐状に裂き、6本、または10本取りで休憩に編む。中空で、 重量は約1 0 0グラムであり、頭皮もの間には五角形の穴が12箇所できる。5世紀から7世紀頃、現在のミャンマー地域に居住したピュー族はチンロ論ンに似た遊戯を行っていたとされ、大英キッタヤーで発見された遺跡からは、銀製のチンロ論ン玉が出土している。1782年、イタリアから王とイン縁に布教活動にやってきたローマカトリック教会のサンジェルマーの神父は、 竹を細く切って作った球体を手で打たずに足だける遊び方も存在している。この遊びに若者たちは多くの時間を費やし一緒に蹴って遊んでいると記している。この時代のチンドン玉は現在のよう。1870年代中頃、イギリス人医師の CA ゴードンは4人のビルマ人がチンドンを蹴って遊んでいるのを見た。私たちの言うサッカーのように 彼らは機敏に蹴って遊んでいた。私が目にした球体は塔で作られた中空の休憩であると記し、遊戯の形態やルールなども記している。1910年以前の沈論は主に疲労回復のための遊戯として行われていたが、やがて僧侶の葬儀などの仏教行事や王に関連する祭りなどの余興にもなった。1910年、ヤンゴン高校の運動会で、 初めて得点制度が提案され、それまで遊戯や娯楽とされてきた陳論に競争、勝敗の要素が加わった。1916年にはヤンゴン大学のスポーツ大会で陳論の試合が行われ、陳論に初めてスポーツの概念が取り入れられたと言える。イギリス統治下のビルまでは陳論は社会的地位の低い人々の遊戯であるとされ、利己的なゲーム、 わがままなゲームであるとして、学校内でのプレイが禁止されることもあった。しかし1925年、保健員、地獄査定官、教師、銀行員など、社会的地位が比較的高い人々が集まって、マンダレーに、仏教と陳論チームが設立された。仏教と陳論チームは、会費でのチーム運営や、同一のユニフォーム着用などを行い、夜間もプレイできる。 ロ論場を建設した。その後は、ミンチャン、サガイン、シューエボ、チャウセ、アマヤプラなどの都市にもロ論チームが作られ、娯楽や疲労回復などに加えて健康増進なども目的として行われた。1930年、または1931年には、ミャンマー全土におけるロ論のルールの統一を目指した、ヤンゴン中央ロンチームが設立された。 ヤンゴン中央チンロンチームは、各都市のチーム代表者が集まった会議を主導し、1934年には、競技規則が明文化されたが、この際の規則の多くは継続されることなく、消滅している。遊戯だった頃のチンロンの行いでは、ビロードの短パン、ロンジー、絹のスカーフ、ガウンバウンを着用してプレーしていたが、1930年代半ばには、 ロンジーやガウンパウンの着用禁止、ハンズボンの着用が取り決められた。1941年にはビルマスポーツ連盟が主催する全国運動会がバースタジアムで開催され、初めて種目の中にロ論が加えられた。これはロ論初の全国大会であり、政府によってスポーツの一つに認められた。第二次世界大戦後の百四十七年には、 ビルマオリンピックスポーツ委員会が設立され、アマチュア鎮論連盟も委員会に加盟した。1953年にはビルマ政府が主導し、各地方の代表者が集った会議によって競技規則の制定が行われた。1911年には一人の鎮論選手が欧米各国で鎮論の技術を披露して回り、欧米人たちは文献以外で初めて鎮論に触れた。 1924年の大英帝国博覧会でも、ミャンマーから派遣されたチンロ論ンチームが、チンロ論ンの技術を披露しており、ウーローポーはつま先、肩、膝、すねなどを使って6個のチンロ論ン玉を同時に扱ったと、される。1955年には、ビルマのサッカーチームが日本と中国に遠征して、試合を行っているが、サッカー選手たちは、各都市でチンロ論ンの紹介も行った。 1959年には第1回東南アジア競技大会でチンロ論ンが紹介されたが、この時にはビルマに加えてタイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、マレーシア、シンガポールなどでもチンロ論ンを行う習慣があったことが知られている。1960年にはビルマのサッカーチームとロ論ンンチームが約1ヶ月かけて中国遠征を行い、 サッカーの試合の合間に陳論の技術を披露した。北京、西安、南京、上海、関東、昆明の6都市を回り、中国遠征に加わった選手は、北京帰りという称号で紹介された。1950年代半ばには、競技チームにチームごとのユニフォームカラーが導入され、都市名やチーム名がユニフォームに記載されるようになった。 1953年に制定された競技規則は政府が派遣したオーガナイザーによって各地域に広められ、1960年以降にはプレーの際に靴を履くことが定着した。1958年にはすべての公立学校で教育に陳論を取り入れるように指示が出されたが、これは伝統文化の保護の意味合いもあった。1950年代以降には学校、軍隊、 警察などで数多くの沈論大会が開催されている。2006年にはカナダ人のグレッグ・ハミルトン監督によってミスティック・ボールというドキュメンタリー映画が公開された。政治的な要素を極力廃し、監督自身がミャンマーで現地の人と交流しながら心を通わせていくドキュメンタリーである。ここでは一般的な6種類競技の規則を示す。 4種類競技、8種類競技、10種類競技などでは規則が異なる。試合時間は計45分間であり、第1ラウンドから第9ラウンドまで各5分間である。1チームの人数は6人であり、控え選手が2人である。競技空間の中央には黒点が描かれ、その周囲に直径12フィー。外縁までが競技空間である。 審判は定められた時間や蹴り方を正確に、言っているかどうかなどを見極め、プレー中に人ン,ン玉を地面に落とした場合、プレー中に競技空間の線を越えた場合などに、減点が行われる。第1ラウンドと、第2ラウンドと第4ラウンドと第7ラウンドでは、選手一人一人が異なる技を行う。第3ラウンドと、第6ラウンドでは6人が同じ技を行う。第五ラウンドと、 第8ラウンドと第9ラウンドでは、選手一人が異なる技を連続して行う。ラウンドごとにポイントが加算されていき、最終的なポイントの合計で順位を争う。チンイコール・ウバティンは1947年にブタリンに誕生したチームが、女子チンドンチームの先駆けであるとしており、ドバシ・アスコは1954年にヤンゴンに、 初めて女性に陳論を教える場所が開設されたとしている。いずれにしてもチームを編成するだけの人数を女性だけで集めるのは困難であり、女性がプレーする際は男子チームに加わることが多いが、全国的に見ても女性の競技選手は少ない。競技大会の休憩時、祭りの最終時間帯などに見せ物としての陳論が行われることがある。陳論級の他に、 縄跳び、踏み台、リボン、瓶、大将の輪などが用いられ、競技とは異なる娯楽性を強調している。個人賞はイギリス統治時代にサーカスの演目に加わったことが起源とされ、現在では観光客相手の伝統芸能賞にも組み込まれている。女性の競技人口が少ない一方で、個人賞を行う選手の多くは女性である。競技や見せ物などではなく、 人々の娯楽としての陳論はワインチンと呼ばれる。プレイ時間やプレイ人数などを柔軟に変更し、純粋にプレイを楽しむことを目的としている。近代スポーツに見られる勝利至上主義とは大きく異なるワインチンの綺麗に上手に受けること、一緒にプレイする仲間と協力して支え合うことが重要であるとする考え方には、ミャンマーで広く信仰されている仏教の教えによる、 影響が指摘されている。チンロンは世界中で行われているフットボール競技の一種である。東南アジアではチンロンの他にも、タイのセパタクローマレーシア、シンガポール、インドネシアのセパックラーがフィリピンのシパ、ラオスのケイター、ベトナムのダーカオなどのようにボールを足で蹴って行うスポーツがある。うぜの男性がポワーでチンロン玉を蹴り上げた場面。 港近くで行われているロ論。一人以外は靴を脱いでプレイしている。競技としてのロ論では以下に挙げる6つの部位でロ論、玉を蹴ることが基本となる。肩、頭、背中、尻、肘、すねで蹴ることもあるが、あくまでも補助的な蹴り方である。しかし、個人賞やワインチンなどで、見せ物や娯楽として行われる場合には、肩や、 頭などの部位が使用されることも多い。画像はセパタクロー用のボールだが、チンロ論ンでも似たようなボールを使用する。金表記はミャンマーの伝統的スポーツ、チンロ論ンの暗黙知による。ABC、ミャンマーにおけるチンロ論ンの歴史では、それぞれ、ドゥ、パワー、パナウと表記している。ありがとうございます。